吉田さん、宇宙人が攻めてくるって話があるんですよ。私は結構信じてるんですけども、今日のところまでは来てないですよね。でも宇宙人が攻めてくるっていうと、まあ、ちょっとねバカにする人もいると思うんですよ。そんなわけないだろうっていう人もいると思うんですよ。いやでもね、だから私言い返したいんですけども、 YouTube でね顔出しでこうやって放送してるじゃないですか。そしたらプライバシーがどうのとかね、ネットで叩かれるとかね、やってもない人が言うんですけども、それ似たようなもんじゃないですか。だってやってないのにネットで叩かれるとかね、顔出しをしたらリスクが高まるとか、顔出しをしまくって10年の私によく言いますよねってことですよね。いやどんなリスクがあるんですかと。それこそリアルな店舗で勤めてる方の方がリスクが高いような気がするんですよ。だってお勤めになるね、通勤の途中に階段で足を踏み外したりとかって大いにその可能性あるでしょ。勤務中にお腹が痛くなりました、これもリスクですよね。私の場合はこうやって撮影中にお腹が痛くなったら行けば済むんで、だから YouTube をやってね、リスクの方ばっかりを強調しますけども、それによって得られるメリットっていうのはどうでもいいのかなと思うんですよ。多分1万対1ぐらいの割合じゃないですか。まあなかなかねこの比べることは難しいんですけども、可能性を潰しているのは誰なんだということですよね。それは来るかどうかもわからないような不安に苛まれて、結局何もやらないっていうことを選択した、その心じゃないかなと思うんですよね。